ダイイングアイは、東野敬語の推理小説である。交通事故に絡む加害者側の無責任さを題材に、した、ハードサスペンスで、1998年2月号から1999年1月号まで、小説宝石に連載された後、2007年11月25日に、単行本が公文社より刊行された。2011年1月12日には、 公文社文庫版が発売され、約7年後の2017年12月に、映像化なしで、累計発行部数が100万部に達した。2019年3月16日から4月20日まで、ワウワウで、テレビドラマ化。ウソン・介は仕事帰りに、背後から岸中0時に襲われ、頭を殴打されて、瀕死の重傷を負う。2日後、意識を取り戻すが、 その中で重要な記憶の一部が欠落していることに気づく。それは一年半前に自らが運転していた車で死亡事故を起こしたことだった。紳助は記憶を呼び起こそうとするが、その事故に関することだけが全く記憶になく、執行猶予中であることさえも忘れていた。騎士中が復讐として、紳助を襲い、思いを遂げたと思って、 服読自殺したことにほぼ間違いなさそうだったが、人身事故のもう一人の当事者、木内春彦は、襲われた新助とは、正反対に裕福な暮らしをしていることに疑念を持つ。そして、同棲していた整備が失踪した。プロローグで語られる、岸中春苗の死亡事故。この女性が死ぬ間際に見せた目の力で、すべてのものが支配されていく。東野敬語。 ダイイングアイのタイトルで2019年3月16日から4月20日までワウワウ連続ドラマ W 土曜オリジナルドラマで放送されていた主演は三浦春馬。ありがとうございます